お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやーね、いろいろ僕も調べて分析して、で資料を作って発信するという毎日なんですけれどもね、私が扱っているデータはね、もうネガティブなものが多いですから、まあ、気がめいることもね多々あります。こういうね散歩がね気分転換に本当に大事だなと。あとね、全然体動かさないんで、もう放っておくとですね、1日100歩ぐらいしか歩かないみたいなね、そんな日もありますんで、今日はねちょっとね散歩しておりますけれども、で、今日ですねお伝えしたいことは、ニコニコ動画でニコ生ですね、ライブ配信しようと思います。8時から予定しております。もう YouTube ではね言えない話ですね。で、多くの方に見てほしいんですよね。2年前ですよ。覚えてますか？異物混入のね、話、覚えてますかね？で、それでもね、全然問題ないということで、まあ、進められてきたんですけれども、で、今日僕知ったんですよ。調べていたら分かりました。知ったというかね、まあ、この情報は多分、まだ全然世に出ていないと思います。全く出ていないと思います。おそらくね。はい、気づきました。この異物混入のね、話の、まあ、続きというか、まあ、一つの、ね、節目が最近ね、あったんですね。まあ、おそらくですけどね、100% とは言えないけれども、はい、そういった話をします。本当にね、怒りのライブ配信とまたなると思いますけど、お付き合いいただければと思います。2年かかってね、分かってね、分かったんだけど、分かったことをね、みんな知らないという状況ですよ、これね。本当ね、厚労省、まあ、僕の考えが正しければですけど、まあ、9割方間違いないという話はさせていただきます。はい、ニコ生でお付き合いください。あとちょっとねついでなので、ちょっと話の練習でですね、これもニコニコで流したんですけれども、3人同時の話、同じ日にという話、皆さんご存知ですかね。もう見ていただけましたか。ちょっと練習で、どうやってやってね、どうやって伝えたらいいかって、いつも悩むんですけど、どんな順番で話してね、悩むんですけど、ちょっと練習で、これも YouTube ね、消そうと思います。後で消そうと思います。ただのね、告知動画なんで、だしね、告知動画自体がね、ちょっと YouTube さんにとってなんかみたいなね、話もあるから、はい、今日のライブ配信を終えたらね、ほどなくして消そうと思うんですけど、ちょっと練習で、ある、自治体の情報です。その自治体は1年間に500人を超える死亡者が出ます。まあ、人間ね、いつか死にますから、その自治体では500人以上死亡者が出るということでございます。では、その自治体で500人以上いる中でですね、死亡者が、あるものをした当日に亡くなった方がね、いらっしゃるんですかと調べてみたら、いなかったんですね。2022年あるものをした当日に亡くなった方はいないと。ではですね、次の日あるものをして翌日に亡くなった方はいるんだろうかと調べましたところ、3名いらっしゃったんですね。あるものをした次の日に亡くなったという方が3名いらっしゃった。まあ、ここまでだったらね、起こりうるかもしれませんよね。ただ、この話がね、まあ、非常におかしいのは、ここからでして、その3名がね、同じ日に死んでいたんですよ。つまり、あるものを同じ日にした3人がね、次の日死んだ、ですよ。異常ですよね。本当はね、この話の続き、もっとね、実はあれなんですけども。まあ、この状況だけでね、異常さが十分伝わるんじゃないかと思って。そして、同じようにね、各自治体で調べてくれないかなという思いで発信しております。あるいは、この話自体がね、もしかしたら統計でピンとこない方であっても、ね、これが、この話聞いてね、異常だということを気づくかなと思って。
分かってもらえるかなと思って話しております。それではまた午後8時にお会いできればと思います。ニコニコでお会いしましょう。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。ありがとうございました。